ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアポリネシアの地理的定義ポリネシアは、オセアニアの海洋部の分類の一つである。太平洋で、オームネミッドウェイ諸島、アオテアロア、ラパヌイを結んだ三角形の中にある諸島の総称で、二千十七年、の人口は約七百万人。イースター島のマアイ像、ハイカザン国立公園ボラボラ島の水上コテージポリネシアはギリシャ語のポリネソスから、 多くの島々の意味である。ポリネシアという用語は1832年、フランスの海軍帝督ジュール・デュモン・デュルビルが、メラネシアやミクロネシアとは違う、この地域の民族的、地理的分類のために使い始めた。なお、ポリネシアに含まれる国と地域は、以下の通りである。主権国会下の2国は、ニュージーランドの自由連合国である。 フランス領、アメリカが、衆国領、ニュージーランド領、イギリス領、チリ領、ウベア島、レンネル島の天ガの、湖域外ポリネシアと呼ばれる、ポリネシア文化を保持した島々がミクロネシア及び、メラネシアに点在している。域外ポリネシアには、ポリネシアトライアングル内では失われてしまった、古代の知識が継承されている地域があり、特に、ソロモン諸島に属するサンタクルーズ諸島のタウマコ島は、 古代ポリネシアの広報技術に最も近い技術を継承している地域として注目を集めている。生きがいポリネシアとされる島は以下の通りである。スバル系普通な系その他ポリネシア人の移住ルートポリネシア人の祖先はオーストロネシア語を話すモンゴロイド系の民族で、その祖先は台湾に定住していた。紀元前2500年頃、一部のグループが台湾から 南下を開始し、フィリピンを経て、紀元前2000年頃に、インドネシアのスラウェシ島に到達した。ラピタ人と称される原ポリネシア人は、ここから、ニューギニア島沿岸及びメラネシアへと投進し、紀元前1100年頃には、フィジー諸島に到達した。現在、ポリネシアと呼ばれる地域への移住は、紀元前950年頃からで、サモアやトンガからもラピタ人の土器が出土している。 サモアに到達した時点で、ラピタ人の東への移住の動きは一旦止まるのだが、その間にポリネシア文化が成立していったと考えられている。再び東への移住を開始するのは一世紀頃からで、ポリネシア人たちは、カタマランやアウトリガーカヌーを用い、エリス諸島やマルキーズ諸島、ソシエテ諸島にまず移住した。その後、 マルキーズ諸島やソシエテ諸島を中心に300年頃にイースター島400年頃にハワイ諸島1000年頃にクック諸島やニュージーランドに到達した。なお、ポリネシア人たちは太平洋各地に拡散した後もウェイファインディングという高い広報技術によって互いに危機が行われていた。 チリ南部のチロイ島で行われているクラントポリネシアと南米の間で航海が行われた確実な証拠は見つかっていない。しかし、ポリネシア人の主食の一つであるサツマイモは南米原産であり、ヨーロッパ人の来航前にすでにポリネシア域内では広くサツマイモが栽培されていた。その上、サツマイモはアンデス地方のケチュア語族では、クマル、ポリネシアのトンガ語では、 クマラと呼称される。その他に、ポリネシアやミクロネシアで、一般的な、肉類や芋などの食材を、バナナやココヤシの葉で巻いた後、焼け石と共に土中に埋めて、蒸し上げる、産む料理という調理法は、ペルーのパチャマンカやチリ南部チロイ島のクラントとして、南米の太平洋沿岸地域にも存在するなど、古代ポリネシア人が、南米までの航海を行った可能性は否定できない。 ペルー太平洋岸の民族には、ポリネシアとの交流を示唆する伝承が存在する。インカ帝国の10代サパイインカであるトゥパック、インカユパンキは1480年頃に2万の兵力で、太平洋上のニナチュンピ、ハフアチュンピの2つの島に遠征し、財宝を持ち帰ったとされている。またこれに対し、ポリネシア側でもトゥアモトゥ諸島に、東から、 突破という英雄が来航したという伝承がある。さらに、インカ帝国を征服したフランシスコ・ピサロのいとこである、ペドロ・ピサロが1570年に残した記録には、ペルー太平洋岸の民族は、海の向こうと交流を行っていたが、今では大海流によって妨げられて接触が立たれて、いるとの記述がある。また、ノルウェーの人類学者であるトール・ヘイ・エルダールは、 ポリネシア人の南米起源説を提唱し、1947年にコンティキ号というイカダでペルーのカヤオ80キロメーキ 80km の地点からドアモト諸島ラロヤ干渉まで 6980km の距離を101日で航海した。しかし2014年にポリネシアの遺跡で出土した鶏の骨から検出したミトコンドリア DNA と 南米の古代と現代の鶏のミトコンドリア DNA の比較解析が行われた。結果、両者に電的関連性は見られなかった。ハーモンガの石門詳細は、トンガ大市長国を3照。10世紀頃、サモア人を両親に持つアホエイトによって、トンガが統一され、トンガ大市長国が建国された。トンガ大市長国は12世紀頃、第9代大市長ももと、 第10代大首長トゥイタトゥイの時代に拡張政策を行い、トンガの他にサモア諸島やフィジー諸島、果てはサンタクルーズ諸島のティコピア島にまで至る大帝国を築き上げた。15世紀頃、暴君であった第23代大首長タカラウアの暗殺を機に、トンガ大首長国では宗教的な権力と世俗的な権力が分離した。そのため、 従来のトゥイトンガの称号の他に、世俗的な権力を担うトゥイハータカラウアの称号が誕生し、それぞれタカラウアの長男であるカウルフォンヌア一世とその弟モンガモトゥアの家系が世襲することになった。しかしこの後、内乱によってトンガ大主張国は衰退し、1600年頃にはマリエトア一族によってサモアでの影響力を失った。1610年頃、新たに トゥイカノクポルが誕生する。トゥイカノクポルは第6代トゥイハータカラウアの分家であったが、やがてトゥイハータカラウアと世俗的な権力をめぐって競合するようになった。アベルタスマン・ヨーロッパ人による最初の太平洋航海は1521年にスペインのフェルディナンド・マゼランが行った航海であるが、マゼラン艦隊は トゥアモト諸島やライン諸島の無人島に接触したのみで、ポリネシア人には接触しなかった。ヨーロッパ人による本格的なポリネシア探検の始まりは、六百四十二年にアベル・タスマンがオランダ東インド会社の依頼を受けていった探検である。タスマンはこの探検でニュージーランド南東やトンガに到達し、マオリ人とは敵対したが、トンガ人とは友好的な交流を行い、 ツイハータから上に越見している。また1722年、ヤーコップ・ロフヘフェーンは南方大陸探索のために太平洋を探検し、イースター島、ボラボラ島、サモアに到達している。1768年、イギリスのサミュエル・ウォリスは初めてタヒチに到達したヨーロッパ人となった。その10ヶ月半後には、フランスのルイアントワールド・ブーガンビルもタヒチを訪れている。 ジェームズ・クック・ポリネシアの残りの地域の詳細が判明するのは1768年から1780年にかけて行われたジェームズ・クックによる3回にわたる探検公開である。クックはタヒチ、ニュージーランド、トンガのほか、1778年の第3回公開の途上でハワイ諸島に到達している。なお、第3回公開に参加したウィリアム・ブライは 1787年にバウンティ号の船長になるが、1789年4月28日にトンガ沖で乗組員による反乱事件を起こされている。この事件はバウンティ号の反乱といい、バウンティ号を追放されたブライカ19人は、ボートで6 7 0 1トル離れたティモール島にたどり着き生還する。一方、反乱を起こした乗組員たちは、 タヒチに戻り、16人はタヒチに残留したが、8人はタヒチ人の男女を船に乗せて、無人島であったピトケアン島に移住した。また1804年には、ロシア帝国のニコライ・レザノフが指揮する2隻の艦隊が、マルキーズ諸島を抜く東島と範イに寄港した。2隻のうちのナジェジガ号には、道の区国オシカ軍石巻出身のツタユー六、 ラ・ワカミア・マルヒ5名が乗っており、確実な記録に残っている中では、ワカミア・マルヒ5名が初めて、ポリネシアを訪れた、日本人である。1774年のソシエテ諸島・フアヒネ島18世紀後半以降、ポリネシアの探検は一通り終了したことにより、捕鯨船と商人と宣教師がポリネシアに姿を見せるようになった。捕鯨船は、ポリネシアの社会に、 大きな影響を与えた。18世紀から19世紀初頭にかけての捕鯨船員は強制帳簿によって集められたものが多かったため、その質は劣悪であった。こうした捕鯨船員たちの中には、気候地で脱走を図ったり、また船長に置き去りにされるケースもあったため、ポリネシアの島々に、性病のほか天然痘、ハシか、 インフルエンザなどの伝染病をもたらし、抵抗力を持たないポリネシア人の人口は激減した。初期の商人たちは、島民との交易のほか、中国で珍重されている脈弾やナマコを目的としており、主張を人質にとって、島民を刺激するなど、暴力的な手段に出ることもあった。また、商人たちは、マスケット銃をポリネシアにもたらしたため、 いち早く銃を入手した勢力によって、ハワイ王国やタヒチのポマレー王朝のような統一王朝が建国された。やがて商人たちは、土地の所有権という概念の薄い島民たちから、契約によって、土地を入手、または沈借し、コプラ、砂糖キビ、コーヒー、麺などの換金作物をポリネシアに持ち込み、農園主となるものが現れた。また19世紀後半に、 化学肥料の原料として、グアノが有用であることが判明すると、その採取も行われた。こうして誕生した農園では、当初は島民たちが労働者として導入されたものの、前日の事情から、ポリネシア人の人口は激減しており、働き手が足りなかったため、中国人、インド人、日本人、フィリピン人などの移民が招聘されることになった。このような移民たちは、クーリーと呼称され、 低賃金で過酷な労働を強いられた。また反対に、ポリネシア人たちが、ブラックバーダーと呼ばれる人身売買専門の商人に拉致され、ペルーなど南米の鉱山で強制労働させられるケースもあったが、国際的な批判もあり、1864年に禁止された。宣教師によるキリスト教の布教は、1797年にタヒチで、 プロテスタントの布教が行われたのが講師である。ほどなくカトリックの布教も始まり、プロテスタント勢力のバックには、イギリスとアメリカ、カトリック勢力のバックにはフランスがつき、それぞれポリネシアの市町村の紛争にも介入した。トンガは七百九十九年以降、トゥイトンがトゥイハータカラウア、トゥイカノクポルの間で、三つどもえの内戦が勃発し、最初にトゥイハータカラウアが、 トゥイカノクポルに敗れ消滅した。1826年、ハーパー諸島の主張であったタウファーハウに、プロテスタントの宣教師が接近した。タウファーハウは、軍事的な支援と引き換えに、プロテスタントに改修し、イギリス風に、ジョージツポー一世と解明した。これに対して、第39代トゥイトンガであるラウフィリトンガも、カトリック勢力を味方につけ、ジョージツポー一世と対立した。 両勢力は、同年にリフカ島で決戦を行った結果、ジョージツポー一世が勝利した。ジョージツポー一世はその後も、キリスト教に反対する、トンガタプ島の主張勢力から抵抗にあったものの、1845年に、第18代トゥイカノクポルであるアレアモトゥアから、禅城を受け、第19代トゥイカノクポルとなり、トンガを統一した。19世紀のポリネシアは、 ハワイやトンガ、タヒチのように中央集権的な王国が誕生している地域もあったが在地勢力の統一がなされていない地域も数多く存在した。詳細はニュージーランドの歴史を参照ニュージーランドは19世紀前半からイギリス人の入植者が多数流入しており1840年2月6日ワイタンギ条約によってイギリスの植民地となった。ワイタンギ条約は ニュージーランド総督代理のウィリアム・ホブソンとマオリ人の首長たちの間で締結された条約であり、第2条でマオリ人の土地所有を保障したものであったために500人余りの首長がワイタンギ条約に署名した。しかし、入植者たちは羊毛を輸出するために牧畜を導入し、大規模な土地買収が行われるようになったため、1864年の時点で、 南東の土地の99%が入植者の所有する土地となっていた。これに対して、マオリ人たちは反発し、1845年にニュージーランド戦争が勃発し、武力衝突が始まった。戦争は1861年4月に一時、休戦するも、その後もマオリ人によるゲリラ的な抵抗が続き、完全に鎮圧されるのは1 8 7二年であった。 ニュージーランドの白人人口はこの後も増加し、1907年9月26日に、ニュージーランドはイギリスの自治領となり、独自の政府を持てるようになった。イギリスはこの後、ニュージーランド以外のポリネシア各地域の植民地化を進め、1872年にはイギリス領にした平洋領土を成立させ、クック諸島、ニーエ、エリス諸島、トケラウをこれに含めた。 また、トンガも1900年にイギリスの保護国となった。フランスは19世紀前半からタヒチのポマレ王朝に対する干渉を強めていった。ポマレ王朝は成立以来プロテスタントの影響下にあったが、1836年にポマレ4世がフランス人宣教師2名を国外追放処分にしたことをきっかけに、フランスはポマレ王朝に対する干渉を強めていった。 1843年、フランスはポマレ王朝に対し保護条約の批准を要求したが、ポマレ4世はこれに反対し、反対派による武力闘争が行われた。しかし、1847年8月5日にポマレ4世は、フランスと保護条約を締結した。その後、ポマレ王朝は、ポマレ5世が王位を継承するものの、 パナマ運河の開通を睨んだフランスによって1880年に併合協定に署名させられ、ボマレ王朝はフランス領ポリネシアの一部となった。また、ウォリス・フッツナに存在するアロ市長国、ウベア市長国、シガベ市長国の3つの王国も1888年にフランスの保護国となり、1917年に併合された。ハーヨー国、カラカウア王の名である、 海ラに王女、日本の山品の宮定まろうとの縁談話があった。詳細は、ハワイの歴史及び、ハワイ併合を参照ハワイは、カメハメハ三世の治世下である1840年に、憲法が定められ、国際的に独立国家として承認されていた。しかし、経済的な実験は、イギリス人やアメリカ人に握られており、1850年に、 外国人の土地所有権が認められていた。1872年に、新米派のルナリロが国王となると、ハワイはアメリカへの傾斜を強めていき、1875年6月3日には、米府合計条約が締結され、ハワイのすべての生産品は、非課税でアメリカ合衆国本土への輸出が可能となった。1887年、 ロリン・アンドリュース・サーストン率いる安全委員会は、カラカウアオに対して、新憲法の採択を承認させた。この新憲法によって国王が議会に対して持っていた拒否権が剥奪され、さらに外国人人政権も認められた反面、アジア系移民に対する参政権は剥奪された。武力を背景に採択された。この憲法は、重権憲法とも呼称される。これに対し、 1891年に即位した女王、リリュウオカラニは、1893年1月14日に、王党派と共に新憲法案を起草するが、2日後の1月16日に、アメリカの支援を受けた、共和派がクーデターを起こし、リリュウオカラニを退位に追い込んだ。リリュウオカラニ退位後、共和派は、サンフォードドールを大統領としたハワイ共和国を、樹立した。ハワイ共和国は、 アメリカの海儡政権であったため、1898年にハワイはアメリカに併合された。こうして、19世紀後半に植民地化を免れている地域はサモアのみとなった。サモアは、イギリス、アメリカの他後発のドイツ帝国の勢力が、拮抗した干渉地帯となっていた。サモアは、ドイツ人実業家であるヨハンセザール・ゴーデフロイ6世が1856年にアピアに、 事務所を置いて以来、ドイツ勢力の南太平洋における拠点となっており、1850年代当時の在サモアドイツ領事はゴッテフロイン商会の支配人であった。当時のサモアには統一政権がなかったが、1875年からマリエトアラウペパがサモアの大主張となっていた。しかしマリエトアラウペパはサモアにおけるドイツ企業の独占を認める代わりに、 アメリカの保護国になるという約束をしたことから、1887年に各国領事の圧力によって大首長を退位させられた。その結果権力の空白をめぐり、1886年から1894年にかけてサモア内戦が勃発し、アメリカが支援するマターファイオセフォとドイツが支援するトゥプアタマセセキティマヤの間で戦闘が行われた。最終的に、 マリエト・アラウペパがサモアの大主張に復帰することで戦争は終結したもののマリエト・アラウペパの死後1898年から1899年にかけて第二次サモア内戦が勃発した第二次サモア内戦ではまたアファイオセフォードイツが支援しマリエト・アラウペパの息子であるマリエト・アタヌマフィジ一世をイギリスとアメリカが支援したサモア問題の最終的な解決は 1899年12月2日に、ドイツ、アメリカ、イギリスの3国の間で締結された3社、協定であった。この協定により、アメリカは、西形171度線以東のトゥトゥイラ島を含む、東、サモア、ドイツは、ウポル島を含む西サモアを獲得し、イギリスはサモアから撤退する代わりにトンが及び、ソロモン諸島の支配を2国に認めさせた。 イースター島は1888年以来地理領であったが1937年地理政府から日本、イギリス、アメリカ各政府に対してイースター島及びさらにゴメスト売却の打診が行われた。日本政府はイースター島の経済的有用性を認めつつも日米関係の悪化を懸念したため購入を断念している1914年第一次世界大戦が勃発し、 8月にドイツ領サモアはオーストラリア軍とニュージーランド軍によって占領された。9月22日にはドイツ東洋艦隊によるパペテ砲撃が行われ、パペーテの町の大部分が破壊された。これ以降ポリネシアでの戦闘はなく、西サモアはそのまま軍政下に置かれ、1920年12月17日にニュージーランド委任統治領西サモアが発足し、 ニュージーランドの移民党治療となった。1941年12月7日、炎上する戦艦ウェストバージニア1941年12月7日、日本海軍による真珠湾攻撃が行われ、太平洋戦争が勃発した。日米海戦後、日本軍は第2弾作戦として FS 作戦を起とした。これはフィジーやサモアを攻略して、 アメリカとオーストラリアの補給線を遮断するという作戦であったが、1942年6月に行われたミッドウェー海戦で日本軍が敗れたため、最終的に作戦は中止された。その後、ポリネシアでの大きな戦闘はなく、太平洋戦争の期間中、ポリネシアは連合軍の後方兵艦基地として機能した。ニュージーランドには、 北島南部の南ワイララパ地方フェザーストンに捕虜収容所が開設されガダルカナル島の戦いや第三次ソロモン海戦などによって捕虜となった日本兵約600名が収容されていたニュージーランド軍による日本兵捕虜の取り扱いは低調なものであったが1943年2月25日にフェザーストン事件が発生し日本兵38名と ニュージーランド兵1名が死亡した。ハワイでは、真珠湾攻撃の8時間半後から1944年10月24日まで、戒厳令が敷かれ、すべてが軍の管理下となった。オアフ島の土地の30%余りが軍用地として接収され、住民は身分証明書の携帯が義務付けられた上に、日没以降の外出は禁止された。手紙や電話は、 検閲を受け、英語以外の言語で電話をすることは禁止された。日系人は、ハワイの人口の40%を占めていたため、僧侶や日本語学校の教師など、危険人物とみなされた1500人ほどを除いて、アメリカ本土のような強制収容は免れた。しかし、日系人がカバンを持って歩いているだけで、スパイと疑われ逮捕されるなど、日系人に対する不信感がハワイに広がっていた。 そのため日系人たちは自身がアメリカ人であることを証明すべく家庭内にある日本的なものを処分する餅つきやひな祭り、盆踊りなどの年中行事を取り留める洋服を着用し和服の着用をやめるなど日本的な習慣を排除しさらに日本風の名前から欧米風のファーストネームに改名する者も,も2000人を超えたそして日系二世の若者たちは 米軍に志願することで自身の中誠心を証明しようとした。ハワイには日米海戦前から日系人部隊である第100不評大隊が存在したが、1943年に米軍が日系人1500人を募集したところ、ハワイだけで1万人以上の応募があり、そのうちに7 0 0人が入隊を許可され、新たに第442連隊戦闘団が編成された。 第100不評大隊及び第442連隊。戦闘団は1943年9月9日のアバランチ作戦を皮切りに、主にイタリアやフランスに派遣され、モンテカシーノの戦いや傍受剣ブルイエールとビフォンテーヌでの戦い、ダッハウ強制収容所の解放などに参加した。第442連隊戦闘団に従軍した7500名のうち700名が戦死し、 2012年太平洋諸島フォーラムに参加した各国首脳たち、クック諸島で開催された第二次世界大戦後、西サモアは1946年12月13日に新宅島治療に移行した後、1962年に西サモアとして独立を果たした。その後、1970年にトンガ、ツバルは1974年に ギルバート諸島と分離した後1978年に独立した。クック諸島とニウエは1974年からニュージーランドの自由連合国となっており、外交と防衛はニュージーランドが行い、住民の国籍もニュージーランドのままであるが、内政自治権と独自に国際機関に加盟する権利が与えられた。その後、1993年8月4日に、 ニュージーランドは2国を主権国家として承認し、外交権も与えられたため、日本は2011年6月16日に、クック諸島、2015年5月15日に、ニューウェを国家承認し、国交を樹立している。一方、ハワイは1959年8月21日に、アメリカ50番目の州に昇格した。ポリネシアのうち、21世紀の現在でも、 ハワイやタヒチは1960年代頃に主要産業を農業から観光へと転換し世界的な観光地となった。一方で独立を果たしたものの旧宗主国や先進国からの経済援助がなければ立ち行かない国や地域も多く小当初開発途上国に分類される国と地域がほとんどである。特にツバルは後発開発途上国にも分類される上、 国土のすべてが低地の干渉島であるため地球温暖化及び海面上昇による国土水没の危機に瀕している。また第二次世界大戦後アメリカ、イギリス、フランスの三国はポリネシア地域で核実験を行った。特にフランスは1960年から1996年までドゥアモトゥ諸島南部のムルロア干渉とファンガタウファ。 干渉で200回余りの核実験を行った。このフランスによる核実験に対し、1965年に南太平洋委員会の席上で、クック諸島代表が核実験反対の立場を表明した。さらに1971年8月には、島諸国の主体性を堅持し、結束を図ることを目的として、イギリスやアメリカ、フランスの影響力が強い南太平洋、 委員会とは別個に南太平洋フォーラムがクック諸島、西サモア、トンガ、ニュージーランド、フィジー、ナウル、オーストラリアの7つの国と地域によって創設された。その後も南太平洋フォーラムは核実験や太平洋への放射性廃棄物の陶器には反対の立場を取り続けており、1985年8月6日には加盟国間で 南太平洋比較地帯条約が調印された。また1980年に日本の科学技術庁が小笠原諸島沖に放射性廃棄物を海洋投棄する計画を発表した際には日本政府に対して連名で抗議を行った。しかし日本と太平洋諸島フォーラムの関係は決して悪いものではなく1997年以来3年に1回のペースで日本 太平洋諸島フォーラム首脳会議が日本国内で開催されている。詳細は、ポリネシア人を参照パレを着てダンスをするマルキーズ諸島民。1909年に撮影された。ポリネシア人文化、芸術も参照ポリネシアは、ラピタ文化時代に植民された西ポリネシアと、ポリネシア文化の成立後に植民された東、ポリネシアに分けられる。 西洋人がこの海域に到達した時点で、ポリネシア人は相互に極めて似通った言語を話しており、キャプテン・クックがタヒチからハワイに同行した人物は、ハワイ人との会話にほとんど困難を覚えなかったと伝えている。また、ポリネシア海域内の先住民の身体形質の同質性は極めて高い。ポリネシア諸語も参照ポリネシア人たちは、自らの故地をハワイ機、 アバイキなどと呼んだ。この言葉は、ポリネシア各地で若干異なっており、タヒチでは、ハワイイ、ツアモチ諸島などでは、ハバイキ、クック諸島では、アバイキ、サモアでは、サバイイニュージーランドでは、ハワイキ、ハワイ諸島では、ハワイイなどとなっている。火山島が多い。例えば、サモア、マルケサス諸島の島々、ラパヌイなどである。これらの火山島は、 玄武岩で構成され、吉立した高山が島の中央付近分布している。土壌は肥沃で、降水量も多く、植物症も多様である。山須園には森林が発達し、巨木も林立している。沿岸では、シダ類やヤシ類が繁殖している。ありがとうございます。